ワルキューレとは、ホンダ技研工業が製造を販売しているアメリカンタイプのオートバイである。現在生産されている3代目モデルの日本国内仕様については、ワルキューレではなく F6C の社名で発売されている。ホンダが当時のアメリカ現地法人と共同で、北米市場におけるフラッグシップとして開発した車両で基本的にツーリングバイクである、 ゴールドウィングの構造や部品を流用する形で設計されている。ワルキューレは1996年に発売された。スタイリングは GL1000 同様のクルーザータイプとなっており、フレームは新たに設計されたが、エンジンはゴールドウィング SE に搭載されていた水平対向、6気筒 OHC ものを流用しつつ、キャブレターを6連化して、セッティングを変更している。日本でもホンダが、 形式認定を取得して正規に輸入し同年、発売された。二代目にあたるワルキューレルームは、前モデルのワルキューレが、ゴールドウィングのネイキッドモデルだったのに対し、ワルキューレルームは、大幅なローダウン化と、長近未来的なスタイリングに、新型ゴールドウィングと共通の 1832cc 水平対向6気筒 OHC を搭載し、初代ワルキューレから、 大きなイメージチェンジを図った。米国等の日本国外がメインターゲットであるゆえにベースとなったゴールドウィングとは異なり日本国内での正式販売は行われないまま生産は終了した。日本国内では正規販売されなかった車種ではあるが2005年度放映の特撮番組仮面ライダー狂気では主役が乗るバイクのベース車両となって劇中に登場している。 北米でゴールドーイングワルキューレとして販売されている日本仕様の F6C2013 年に北米仕様として3代目にあたるゴールドウイングワルキューレが発表されたこのモデルから製造は日本国内となり北米には輸出されているデザインは大幅に変更され2代目を基調としつつクルーザとしての走りにも配慮されたものとなっているなお2014年より 日本で発売されているゴールドウィング F6C は3代目の日本仕様である。ありがとうございます。